はい、どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。さあ、予告してた通り今日はマロンちゃんに、ね、今回はね、マロンちゃんに、あちら奥に見えてますハイペットさんのプロセレクトオーツヘイオーストラリア産っていうね、今までね、他の子たちは食べてきてね、なんて言うんでしょうね、もう問題なく食べてくれます。普段主食として食べてるね、一番狩りのチモシーと同じような食べ方をしてくれるんですけど、違いとしてはね、長時間食べ続けてる。香りがね、チモシーよりも甘いから、独特の香りがね、気に入ってくれたのか。ね、ずーっと、ね、食べてます。でね、もちろん、栄養価的にはね、普段はチモシーメインで与えるのがね、ベストだと思うんですけど、たまにですね、もちろん、野生のウサギもですね、いろんなものを食べてると思うので、まあ、それで、ずっと同じだと飽きるし、ご飯も楽しくないだろうし、ね、バランスよく栄養を取った方がいいと思って、ね、買ってきました。はい、それではですね、早速食べてもらいます。はい、どうぞ召し上がれ。いや、もう待ってましたっていう言わんばかりにですね、もうすんなり食べてくれます。オーツヘイ自体はですね、自宅で育てた若葉ですね、若葉の状態は、ね、定期的に食べてたんですけど、こういう形で買ってきたのはもう本当に久々ですね。半年ぐらい前ですかね、まだまだ僕が喋ってない頃だったかな、ちょっと微妙な頃なんですけど、字幕だけの時期だったかもしれない。それぐらい前にですね、一度オーツヘイ紹介したんですよね。別の会社さんから出てる牧草ですね。それはもちろんね、問題なく食べてくれた覚えがあるんですけど、こっちはこっちでですね、やっぱり確かですね、その前回食べたのが店頭では見かけたことがないんですよね。通販でしか見ないはずなんですよ。で、これはもう、ね、今回のプロセレクトっていうハイペットさんの、ね、ちょっとプレミアムなシリーズは普通にペットショップとかホームセンターでね、よく見かける商品なので、ね、あ、欲しいなって思った時にすぐ買える、それがまあメリットかなと思います。どうした？たまにね、こう夢中で食べてるけど、ふとした時に何かにね、気づいて気を取られるんですけどね、聴力がいいから何か人間では感じ取れないものが、ね、聞き取れてるか。小雪ちゃんはね、たくさんね、毛のハイカリがあって抜けてたんですけど、マロンちゃんね、ほぼないですね。今健康的な状態ね、綺麗な、ね、このモフモフっていうわけじゃないけど、ね、ツヤが良くて調子がいいですね。我が家で一番小さいウサギですね。そして2番目が実は丸吉くん、お父さんが小さいんですけど、まあ、この一番小さいか2番目に小さいかはその時々でですね、変わってくるんですけど、今ちょっとお父さんがね、毎日毎日せっかく広くなったケージの中なのに、であんまり動かなくなったんですよね。ヘアンポの時はすごい飛び跳ねるんですけど、その影響でちょっとだけね、ぽっちゃりしてしまって、だから
丸吉くんはもうね、ヘアンポを他の子たちよりもですね、多くして、食事もペレットを少し減らしてね、牧草とかですね、カロリーが低いものをですね、メインで組み立ててるんですけど、だいぶ効果出てきました。で、このマロンちゃんは、過去にもですね、あんまり太ったことないんですね。やっぱり小雪ちゃんとね、一緒のケージで暮らしてるから、なんて言うんでしょうね、動くことが多いですよね。鬼ごっこみたいに追いかけっこしたり、ね、時にはマウントを、ね、取られたり、取り返したり。そう、最近はね、減ってきたんですけど、ただね、追いかけっこ、遊びで追いかけっこしてるなっていう感じなのが、場面はね、よく見かけます。塊食べてますね。あ、ちょっとね、ケージの方を見て、お姉ちゃんの方ですね、今日は一緒に食べないのって見つめてますけどね、大丈夫、お家に帰ったらね、仲良く並んで食べれるから。ちゃんもね、マロンちゃんもというかもう我が家のウサギ5匹ですね、みんな、ね、なんか似たような食べ方しましたね。もうノンストップで、そんなにペースが速いわけじゃないんですけど、息をつかずにですね、あんまりこう周りに気を取られることが少ない。マロンちゃんちょっとね、臆病な性格だから、なんか物音が外でしたらそっちの方にですね、ふいっと向いたりするんですけど、それにしてもね、マロンちゃんでも少ないですね。基本的にずっとこうやって食べ続ける感じ。でそれだけ、なんていうんですかね、香り含めて、ね、硬さ具合とかですね、魅力的なんだと思います。あら、また気にしたね。はい、ってことでね、マロンちゃんも、あ、食欲の方が落ち着いて、あとはね、運動する時間にね、なったみたいなんで、今回の動画はこれぐらいで終わりにしようかなと思います。また次回ですね、寒毛期の小雪ちゃん、毛の生え変わり時期のですね、カロリーをね、たくさん必要とする頃に、ウサギにですね、ちょっと栄養補助ということで、栄養補助の、ね、一環でアルファルファをですね、小雪ちゃんに食べてもらってる動画をお届けしたいと思います。はい、それではですね、今後もウサギの動画どんどん公開していきますのでね、小動物ウサギ大好きな方、ぜひともチャンネル登録、高評価、ちょっと壁が倒れてくるよろしくお願いいたします。はい、ではね、また他の動画でもですね、皆様とお会いできたら嬉しいなと思います。またお会いいたしましょう。はい、ではさよなら。Thank you.